ベンツの S クラスのクーペかな、 S クラスクーペに見えるのよ、ね、エアサスでがっつりローダウンしてワイドなホイールをはめてある。あとこれバンパーもどうだろう。あでもまあ最初からこういう感じか、まあほとんど着地してるような感じね。 S クラスクーペで左ハンドル超ワイドホイールね、引っ張りタイヤで、すごいねこのホイール V8 タ、V8 のターボ、V8 のターボね、 4.7 リッターのツインターボとかそういうのかな多分、これ車体速は多分塗り直しじゃないね最初からだよね、これ現行もんだもんでね、そんなレッサーする車ではない。内装もほとんど中見えない感じね、中見えない真っ暗。ベンツの S クラス S63AMG のマフラー、ワイドフェンダーにはしてないか、ワイドフェンダーにはしてない S63 の AMG クーペだね、 S63 AMG クーペ、まあ、S クラスのクーペを買うっていう人はまあ珍しいもんでね、ほとんどがまあセダンだもんで、まあこれもやっぱクーペならではのかっこよさがあるね、すごいね。S クラス来るけど、1000万円じゃ買えんもんな。まして63だもんで、とんでもねえぞこれ。AMG、AMG のロゴ。S63 ですか。